高橋博史は芸能評論家、和芸家、アナウンサー。日本演劇協会会員、日本大学芸術学部講師。愛称は、博史さん。銀座生まれ浅草育ち。1936年に NHK 入局。学生時代から芝居好きで、脚本なども書き、芝居の世界との付き合いもあったせいもあり、主に舞台中継、朗読を担当。 抑制した口調と独特の間の置き方で、語りの世界を作り上げた。敗戦後、繊維公用に関わった責任を取って NHK を辞職。1954年に日本放送へ移籍。同時期に坂本僧、中村洋介と共に、東北放送で教育も行った。日本放送初代アナウンス室長、富士テレビ初代アナウンス室長、 日本放送編成局編成総務、日本放送食卓を歴任。1968年に日本放送を退職。1969年から1979年まで断続的に芸術戦勝文部科学大臣賞の審査員を務めた。といった工事の進めから語りを芸として確立したいという熱意のもと、物語の語り手として、 三越名人会や鈴本演芸場、国立演芸場などの舞台に立ち、アナウンサー時代の名調子を聞かせたこともあった。立川男子からの評価も高かった。1982年10月1日に脳卒中のため、東京都台東区元浅草の長都市病院で死去。ABCD 第4章ラジオからテレビへ朗読と、 舞台中継、アナウンサーたちの70年 NHK アナウンサー史、編集委員会、講談社、1992年12月21日、193ページ。ISBN4 から06から203,232から5。NHK アナウンサー一覧、アナウンサーたちの70年 NHK アナウンサー史、編集委員会、講談社。 1992年12月21日、12ページ。ISBN4 から06から203,232から5。第4章ラジオからテレビへ朗読と、舞台中継、アナウンサーたちの70年 NHK アナウンサー誌、編集委員会、講談社。1992年12月21日、184ページ。 ISBN4 から06から20万3232から5。AB ・早瀬圭一杉氏愛の時、白尺夫人、本田ダ・花。文芸春秋。P148 から149。ISBN41 億6344万3000に、村上陽一郎。エリートと、教養八現代日本語交算。 ワイラスワイヤーニュース2021年1月8日閲覧アナウンサーの仕事ももう続けていけるとは思えなかったはっきりと戦争協力者であるこの際辞職するのが本当と思われた僕はわがままを言ってマイクから遠ざかることにした本人著アナウンサー国立演芸場は昭和55年9月11日から20日9月上席公演に出演 肩書きは、物語。つゆきしげる。つゆきしげるが、お話しします。不走者文庫。1994年4月1日。29から30ページ。ISBN 978から45億9 4 0 1万3998。塚越隆。12月3日。塚越隆のおはよう有楽町。塚ちゃんコラム。 日本放送2020年12月28日閲覧ありがとうございます。